コレスチラミンは、強塩基性の加減イオン交換樹脂であり、その製剤は、高コレステロール血症の治療及びレフルノミドの活性代謝物の体内からの除去に使用されている。製剤としてのコレスチラミンは粉末であり、水に見濁して服用する。商品名は、クエスト欄で、日本においてははじめブリストル一万優製薬が販売していたが、2002年よりアベンティスファーマが、 製造承認を継承し販売している。肝細胞はコレステロールを代謝し、胆汁酸を産生する。胆汁酸は消化活動時に相単管を経て十二指腸へ分泌されるが、その95%は腸管循環によって再吸収され、再び肝細胞に回収される。コレスチラミンは腸管内において胆汁酸を吸着し、再吸収を阻害することで、 コレステロールの吸収を抑制する。また、これにより減少した単汁酸を補填するため、肝においてコレステロールから単汁酸への以下が更新する。以上の作用により、血中コレステロールを低下させると考えられている。また、同様の作用により、体内に存在するレフルノミドの活性代謝物を除去することができる。レフルノミドは、体内での初回通過効果や、 肝代謝により活性体者物に変換された後、胆汁酸とともに腸管循環を起こすため、コレスチラミンが胆汁酸ごと吸着して腸管からの再吸収を防ぐことで、レフェルノミドの体外排出を促進させる。コレスチラミンは、胸塩基性の陰イオン交換樹脂であり、粉末を水に懸濁して服用することから、便秘、腹痛といった消化管症状のほか、胆汁酸、 鍵4性物質や酸性物質などの薬剤や食品を合わせて服用すると、その吸収を遅延、抑制させるため注意が必要である。ありがとうございます。